午前中野球教室をして、まあね、今日16人 OB が来てよ、ね、子供たち相手にみんな熱心に空き合ってくれて教えてくれて、俺はリモート用になんかびっすり化されてよ、ね、1時間投げること打つこと取ることやってきましたよ、うん、午前中終わりまして今休憩タイムで、私はあのこの福島の水をいただきながら地元のサッカー J リーグのなんか食事を担当している方のカレーをいただきます。いやー福島の水はうまいな。私の先輩中畑先輩はこの水飲んで育ったんだろうね。だからあんなに大きくなったんだろうね。だからあんなに明るくなったんだろうね。絶好調。さあカレーいただきます。うん、味はなんか濃厚で、食べ終わった後ピッとこう辛くして、その時にこの福島の水が仕事するんだろうね。福島産のいろんな野菜が入ってるようです。でもなんかこの野菜を感じさせないようなトロッとした。試合の目標はありますか？試合の抱負？はい、まあ純粋に何年かぶりかで出すからな。衰えんのは目ですよ。だからその目があのボールを少し追えればなんとか対応できるのかなと思ってます。うん、勝ちたいです。ヒット打ちたいです。年齢の若い順からお名前を呼ばせていただきます。元ヤクルトスワローズ上田剛。元中日ドラゴンズ吉見和樹。元阪神タイガース上園啓二。元阪神タイガース井川健。元読売ジャイアンツ鈴木隆弘。元千葉ロッテマリーンズ藤田総一。元ソフトバンクホークス本間満。元西武ライオンズ犬伏俊明。元ヤクルトスワローズ飯田哲也。元日本ハムファイターズ田中幸雄。元千葉ロッテマリーンズ上手根正彦。元阪神タイガース八木博士。元読売ジャイアンツ河合雅弘。元ヤクルトスワローズ畑真嗣。今日はジャイアンツのユニフォームで登場です。元読売ジャイアンツ川口和久。西武ライオンズそして本日の監督石毛博道。さあそれではここで両チームの監督に意気込みをお聞きしましょう。まずは福島市
軟式野球選抜チーム富田監督、一言お願いいたします。ただいまご紹介いただきました富田と申します。今日は遠いところまでですね、OB会員の皆様方お越しいただいたんですけども、10対0で勝ちたいと思います。よろしくお願いします。弱い者ほど高く吠えると言いますね。若さ何をおっしゃいます。野球は技術を使うスポーツですよ。投げたり打ったり取ったり、我々は何十年と野球やってきて、その一番高いところで野球やってきたんですよ。プロ野球がどれなものか、今日はみんなにとっとご覧に入れましょう。負けませんよ。1回の表、プロ野球 OB の攻撃は、1番、サード、石毛。Thank you.
ード石毛に代わり本間が入ります。地道ですけど、いい活動してるんです。
このやつは全部 YouTube で使ってる。 YouTube だってよ、わかんないで YouTube なんて。なあ、あんなの見ても見れるから、ああ、なんか知ること懐かしんでほしいなと思ってます。本当にライバルチーム、ありがとうございました。我々年寄りにお付き合いしていただいて、本当はもっと違ったパフォーマンスができると思います。それをこう合わせていただいて、いわゆる忖度していただいて、2対2というゲーム結果終わりまして、我々も恥もかかずに済みました。はい、今度はうちの若手連れてきますから、ちょっとこううわ、あ、違うなっていうところを、もう石毛川口がいらないから、野球教室が終わるから、ゲームは若手中心で来るからね。そしてガチの勝負をしたいと思ってますね。ずっと野球続けてくださいね。はい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。熱い戦いを見せてくれた両チームの皆さんに今一度大きな拍手を送りください。そしてここ福島に来てくださいましたプロ野球 OB の皆様にも今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。これをもちまして、ライブハウスプロ野球 OB フェスタ in 福島のイベント全て終了となります。皆様お疲れ様でした。お帰りの際はお忘れ物ないようにお気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。